アルゼンチンの国章の現在用いられている形式は1944年に定められたものだが、期限は1813年の主権議会に遡る。そこで国章の特定要法を定めた、いかなる形の布告、あるいは認可の存在は知られていないが、このシンボルは2月22日に調印された法令に押されていることから、迅速に選ばれたと思われている。最初に、 公的な文書で言及されたのは同年の3月12日であり、その中でこの印象は第二の三党政治の中で行政権力によって用いられなければならないと言及されている。4月13日の国民議会において、それぞれの理念に議会の印象のある新しい銀貨と金貨が鋳造され、それにより印象は文章となり始め、4月27日に文章は 国章となった。宣言では、紋章は旗に用いられるべきではないともまた述べているが、マヌエル・ベルグラーノは、彼が、不不意志に送った旗に紋章を塗るよう命令した。その上、アルゼンチン独立戦争においては、多くの軍機に紋章があしらわれた。誰が国章を考案したのかは知られておらず、アルベアール、モンテアグルド、ビエーテスの三人が、しばしば言及されているが、 ベルナルディのリバダビア大統領がペルー人のアントニオイシドロカストロにアルゼンチンの国章を制定するように頼んだと数年前には知られておりしかし二つの案は見つかっていない紋章の図案は以下に述べるシンボルから構成される上部にはアルゼンチンの有名なシンボルでありアルゼンチンの国旗にも描かれている山吹色の5月の太陽がありアルゼンチンの交流を象徴している アルゼンチンの国家の一番にセレバンタ、エーラファズデラティエラナヌエバ、ワイグロリオーサナシオン、新しき栄光に満ちた国家は、地の上に目覚めると歌われているが、スペイン語の動詞、レベンタルセは、上がるが原義であり、前述の歌詞にあるような、目覚めるという意味の他に、登るをも意味することがある。1813年の主権議会の印象1813年の、 主権議会の印象1793年頃のフランスの国民議会のグループの印象中央の楕円で握手している二つの手はアルゼンチンの諸州の連合を象徴している。手はパイクを握るように握手しており、パイクは力と槍の上のフリギア棒に象徴された自由を防衛する意志を表している。青と白の色はアルゼンチンの民衆のシンボルであり、 国旗の色と同じである。青い判断は空を表し、白い判断はラプラタ川を表している。手は肉の色であり、友情、平和、連合、兄弟愛を表している。パイクは茶色であり、伝統的なフランスの帽子のようなフリギア帽は赤である。手とフリギア帽の接近は、それぞれの表す意味に加えて、アルゼンチンの国の標語エンウニオン。 ワイリベルタを表しており、統一は力を、力は自由という事実を表している。フリギア帽は、アナトリア半島のフリギア人が被っていたものであるが、古代ローマにて自由を獲得した奴隷のシンボルとなり、その解放奴隷たちは彼らの所有者に、彼らが自由になる前は所有者によって、木のパイクで痛めつけられていた。月桂樹はもう一つの古典的なシンボルであり、 ピューティア大祭の勝者は、月経感を与えられ、それ以来勝利と栄光のシンボルとなっている。ありがとうございます。